知恵のこと。翼持てるあっきありて災いをなす。代理氏経公を召されり、氏経神の籠せし弓を持つ東大一の弓取りなり。再び悪鬼こしたれば、弓をひっつかみ居落とさんとて立ちに蹴り、狙い誤たず山はるか雲をつかんと飛ぶ行きて、氏経放つただ一矢、真の像を抜きたり。悪鬼地に落ち、末路の息を氏経公に吐きつける。ほどなく氏経随所に悪鬼の姿見えれば、妙我の弓で余さず入れども、人の叫びのみ聞こゆ、いだるるは皆人なり。氏経公ついに捕らえられ、死刑ならんと覚えども、帝を哀れにおぼし召す。氏経対馬へ流されて幾とせの後こと切れる。覚ゆる者もわずかなり、悪鬼を討ちし、かの弓は対馬の島のもの隠し、弓が待つのは名人か、はたまた呪いの生贄か。呪いはともかく良い弓のようだ。お気をつけくだされ。かの弓は求める者を闇に誘うと申します。覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ。心を鎮めるため、氏経公は海辺へ行き、青い紫陽花の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。孔子が言っていた青い紫陽花、この近くだ。妙だ、あの岩、隙間が。青い花に囲まれた小島、弓はここにありそうだ。これが氏経の墓。これ以上呪いの弓を探すな、死ぬことになるだ。
天狗の面をかぶっておった。それにあの戒め、油断はできんな。逃がしてやる。志村様を助けてくださったのですね。助けていただいたご恩、返しようがありません。礼はいらぬ。それよりも、どこで捕まった？助けを求めて街道を歩いていたところ、月のない夜だったものですから、道沿いに敷いてあった野営にうっかり入ってしまったんです。野営があるならば壊さねばなるまいな。さあ、行け。やつとして
また青い花、また青い花。青い花が咲く山か。弓はここに違いない。顔をよするな。さもなくば対馬が滅ぶ。何者だ。何を言いたい。意味はないと思い、弓を追うでないぞ。弓はあそこだ。打ち常の長球。ここはどこだ。その弓を持てば最後まで死に取りつかれることになるぞ。倒すことが先決。それは後で考えよう。なるほどな。首を洗っておくがいい。
内常の呪いか。